あ、ブリーチ。はい、どうも、コバです。はい、どうも、はブリーチ、ブレイブソウルズやっていきましょう。ブリーチ、ブレイブソウルズ。なんだこれ。まあ、いちごさんの声。僕ね、アニメ、ブリーチ好きなんですけど、アニメ全然見てないんで、あ、そうなんだ。あまりどういう声してるか知らないんですよね、主人公たちが。今のが、ダウンロード始まる。黒崎いちごさんの声ですよ。早い。うわぁ。これが PC 版よ。懐かしい。これ何なの？なんかね、ルキアの声がね、僕のイメージと全然違ったんですよね、アニメ初めて見たとき。あー。それちょっとアニメを若干ね、敬遠してたんですけど、お名前。なんかアプリがあって、これの PC 版があるんで。始めようか。いや。他人が不快に感じる内容は入力しないでください。あー、これはダメだね。ここまでちょっと不快に感じる人いるかな。いるな。僕が有名すぎて、ちょっと嫉妬して不快に感じる人いるかもしれないですけど、いや、全然です。ふざけないでください。ふざけんな。幸せに感じる人の方が多いはずやから。何言ってんだバカ。おお、なんかいきなり始まったね。あ、もうブリーチのストーリーが始まるんですね。これあれか、一番最初か、プロローグか、ブリーチの。そうだ、なんか我らは姿なきがゆえにそれを恐れっていうやつやな。ちょっとそこまで知らないわ。今のは詳しいブリーチ第1巻の1ページ目に載ってるポエムで、ね、すごっ。スライド1号ブリッジ単行本一冊ごとになんか一つポエム載ってるんで、はい、読んでみてください。おすすめっすよ。いやいや、出た。髪の色オレンジ、瞳の色ブラウン、職業高校生、特に幽霊が見える。全然本質おしゃれじゃないな。もうみんなストーリー知ってるでしょ。飛ばしていきますよ。はい、これ原作と一緒っすよね。ソウルソサエティってとこがあって、とりあえずね、多分これソーシャルゲームだからガチャがあると思うんですけど、10連ガチャ引きたいね。お前ガチャ中毒だな。そこまで行きたい。ガチャばっかり。ゆずちゃん。うわあ、なんかアニメだとやっぱ違和感あんな。近い近い。近い。あ、さっさと始めようぜだって。こうやってコントローラーとか聞くんですか。あ、コントローラーで動かせる。へえ、すごい。あ、すげえ。対応してる。あ、すごいすごい。スチーム版でやってるんですけど、あ、ちなみに僕初見プレイです。ブリーチ。割としっかりアクションしてるんだ。はじめイチゴの暴力だけしかない。おいおい、死神の力を手に入れる前から物理でホロを殴ってやがる。すごいな、ホロかわいいな。ちっちゃいよ、ちっちゃいホロ。そんなに強かったんかね。え、チャドじゃん。チャドだよこんなの。あ、やばい、まあ、一応あれやもん、チャドも生身でホロを倒してたからね。あ、普通の幽霊はなんか霊力だと触れることできんけど、ホロはなんか霊力の力が濃縮されてるから普通の人も触ることができるみたいな話あった気がする。いや、全然覚えてない。え、そんなの、そんな感じなの。グロテスクマシンいきます。剣刺したらいけるんだ。切腹だね、うん、スッと死神になったな。ほんとだ。フィッシュボーン D 倒していきましょう。危ない。あー、ローリングどうすんの。これか、瞬歩使えるじゃん。もうすげえ、第1話にして瞬歩を使える黒崎事故。同じこと言うな。これはもう霊視を固めて空飛ぶこともできるやろうな。いやいや、おい、進歩の総発展バージョン知らないって。進歩の発展バージョン、職業死神、クインシーが、クインシーの方が進歩よりちょっと早いとか知らないから。僕世代じゃないし、キャラや3歳だから。いい感じで、レベルあるってことはキャラ変えたりとかできるんかな。あるかもね。やっぱ石田ウリュウが一番かっこいいよね。大体ソーシャルゲームって似たような画面になるような、ホーム画面。はい。あ、ガチャ来た。ガチャ引けんの、いきなり。ガチャ。結局ガチャなんだよ。じゃあ、ガチャ引くときが一番楽しい。早速選ぶを押すのだ。選べるから。アイゼン。アイゼンが使えるじゃん。キャラ選べるんか。優しい、ね。わわわ、すごい。僕知らないけど。あんまりステータスとか今は興味ないかな。この中から好きな、多分これ最高レアですよね、星5。ちゃんちゅくん誰がいい？ウルキオラでしょ。すごいな。ソイフォンもいいよね。このゲームチャド推しなんやな。一番左上がチャドなんてことありえる？ないないない、ありえないありえない。バグバグ。チャドが左上なんてありえないから。この中だったら誰が好きやろ？超バグだよこれ。僕ね、割とブリーチのキャラね、全員好きなんですよね。マジで選べんぐらい全員好き。いいよね。当選要いいな。なんで当選要？このラインナップでチャドと当選はなかなか異質やな。異質すぎるだろ。ソイフォンも言うてそんな強くないイメージあるけど。あとこのワンコもあんまり強くないイメージはあるね。ねえ、キャラで言ったら黒土真由里が僕好きなんですけど、あんまりね、なんかこいつを直接動かしたいっていう気にはなれへんなっていう。
確かに一番動かしてて楽しそうなのはなんか夜市とか面白そうやな。うわ夜市さんだ。スピードキャラ楽しそうっすね。知らないけどこれなんか属性早決めろ。この速とか地とか技って属性っぽいけど黒崎いちご力やねんな。本当だ。スピードじゃないやな黒崎さん。なんだっけそのいちごの隣右隣の、うん、めっちゃ悩んでるんやけど。いろいろ考えたんですけど当選要でいこうかな、はい、なんだ当選要って地味な。僕ね当選要結構好きなんですよね。目見えないからアイゼンの効果効かないみたいな。裏切った盲目の死神。あのね、ブリーチが完結した後に出たあのラノベ作家とね成田凌吾さんが話考えた小説のブリーチがあるんですけど。知らないよ好きすぎるだろブリーチ。久井秀平が主人公のえそうなの話でそれで当選要が結構掘り下げられてるんですよね。その話がめちゃくちゃ良かったんでこの中では割と地味な方やけど当選さんに行こう。地味だってなんか鈴っぽい、はい、なんか使うやつ知らないけど世代じゃないから。どんな感じなん。あすごい黒アゲハ黒アゲハが、ね、なんだこれすごいコメントいっぱい弾幕コメが。こいつはね本当に正義に生きてたよ。いや生きてないだろ裏切り者じゃん。本当に、ね、当選要さんはねめちゃくちゃ悲しい過去持ってたね。あそうなんだ。こいつは本当に正義のために生きようとした結果なってしまったんや。あんな円形の刀使ってたんだっけ覚えてないな。適当なセリフ腹立つわ。なんかなんとも強力な仲間に出会えたではないか。いいだろうルキアが言ってんだから。お前が当選語るな。お前が当選語るな。知らないって。これキャラクターチェンジできんの？そんな深いあれ。チームを組むとしよう。ああ編成できますよ。これあれ複数でバトルする系な。最大3人でチーム組めるんや。まあ、当選要来ました。黒崎一護と当選要最悪のチームだな。まだメッセージ見ました。お主の飲み込みの速さはすごいなって言われたんやけどさこのソーシャルゲームのチュートリアルで褒められるとってなんか腹立つよね。なんでだよボタンを押すだけで褒めてくるからなめとんのかって思う。いいだろうが。あ初期のこのノリ好きやったな。クジキルキアが学生としてくる、ね、学校に来るんだよね。ルキア知らないけど最初男だと思ったんですよね学生含めるまで。あ結構そういう人多いらしいですけど。はいはいはい1話の段階では口切る気は男だと思ってたわ。僕もね約束のネバーランドの主人公男だと思ってた。女の子だったね。これはあんまりいないね。始まった。これ途中で入れ替えられんの？あ、お来た。すごい当選要だ。おおなんかえ、何もいないのに能力使ってる。何もいないのに。エンマコオロギ。知らないっすね。エンマコオロギ。相手の触覚以外を奪う技ね。あれ動けへん。相手の触覚以外奪うの強攻撃ができるけど動けへん。めちゃくちゃ強いじゃん。どうやって倒したん当選要。マウスでしょ動けへん。読み替えそう。どうやって倒したん。コントローラー動かへんからマウスでいくで。結構萎えるんですか。いや萎えるとか言うなって、はい、ソシャゲやろうがよ。ひょマウスめっちゃやりにくいな。わさすが一応さんってか当選ですか。強い強い。こいつめっちゃ技持ってるな。さすが最高レア。ほんとだね。やばい出た。気持ち悪い。第2話で出てきた雲型のフォロー。全然割となんか若者言葉を使うフォローやった気がする。あそうなの。マジで痛えっすとか言ってた気がする。よく覚えてんな。こいつ実写版の映画でも出てきたよね。そうなの。レンジに一撃でやられた気がするわ。あこれでチュートリアル終わりか。あと入りました。チュートリアルが終わってとりあえずあれですね10連ガチャを引くところまで行きたいな。これがねああこの話この小説めっちゃ面白いんですよ。いや うるさこの小説に対して主人公のねキャントヒアイはオンワールド綱谷城研灘さんとイブリネヒコデさんとねなんちゃらアウラさんね。なんかアニメ映画できてんな。もしかしてアニメ化とかすんのこの話。いやもうされてんだろめっちゃ見たいんやけど。それあるわわわもういいってそこフェイユーオーワールドめっちゃ面白いんでね。読めてんのか。これとなんかねネイティブの発音なのか分かんないって。成田凌吾さんが書いたブリーチの小説のねドン・カンオン寺とケンパチとザイル・アプロが戦う話めちゃくちゃ面白いんで、ね、そんな話ブリーチ好きな人はあの小説読んだ方がいいっすね。ドン・カンオン寺勝ち目ないじゃん。ドン・カンオン寺勝ち目ない。この2人のなんかこの携帯知らんな。この2人もなんかソーシャルゲーム限定で第2形態になってるんかな。なってたよグリム・ジョーも。
全然知らんのが出てきた。すごい、これは知らない。一丸銀河猫みたいになって、明らかにもうイベントで着せ替えさせられましたみたいな見た目してるね、こいつら。ね、すごいな。一丸銀のこの狐耳似合ってね。似合ってんだろ、狐顔だから。いろいろイベントやってきてたんやろ、ね、このゲーム。すごい。4800万ダウンロードだと。結構いるやんって人。あ、コン。コン。コンね、クインシー編に入ったところらへんで急にこいつミンクなったよな。行方不明になったよな、なんか知らんけど。なったけど。ああ、いっぱいボーナスもらえてるよ。本当だ。すっごい量のキラキラしてるな。アクセサリーガチャとかあるんよ。すっごいキラキラしてる。武器ガチャってやつかな。あ、すごい。裏原商店正直武器ガチャ回すよやったら普通にキャラガチャ回すよね、普通の人は。キャラガチャ回そう。キャラガチャ。あ、僕ガチャレルじゃん。10連1回ぐらいしかできんのか。いけるいける。あ、アウラや。誰だよ。星知らねえって。最大リアリティ6なんか。じゃあ当然かな。ね、別に最大リアってわけじゃないんやな。あ、だらけケンパチだ。じゃあ10連ガチャ引くかな。道場でアウラさん欲しいな。知らないって誰だよ。ちょっとアウラさん狙いで10連引いてみるか。アウラさんって誰、やめろって、はい、アウラさん狙い。あ、黒アゲハが地獄町、地獄町って言うんだ。あ、すごい、コメントがすっごい。魔法とアートは似て非なるものだよ。魔法、うわー、出た、足手まとい。誰だよ、知らない魔法使いの。めっちゃニヤニヤしながら挽回したけど、鼓膜を潰すことによって対策されて一撃でやるっていうね。こいつが挽回した次のページぐらいでやられた気がするわ。誰誰誰、知らないって。こんな王子様キャラの期待してたんよね。あんまり活躍しないんだな。魔法キャラ知らない。あ、裏原キスケリアリティ低い。かっこいい。作中で多分最強キャラじゃないのこいつ、ね、最強キャラ候補の一人ではあるよね。かっこいい。特技戦力の一人。あのあれだよね、研究所の。ああ、いいね、強力瞬水好きですよ。家庭胸骨から松真珠ね、よく覚えてんな。すごい、今回はなんかかっこよかったな。演出がかっこよかったよね。能力はちょっといまいちわからへんだけどね。二刀流がいいよね。あんまいないんだよね、二刀流。あ、これ最高リアリティってこと。ああ、あ、言うてほしいのか。平子のところにいたのも、ね、人じゃないの。ホロー化状態を一番長く持続できる子ね。それしか知らんわって。よく覚えてるな。あんま活躍したイメージだよこいつ。すごいな。あ、黒崎いちごだ。一番いらない。持ってるんじゃねこれ。また。かぶっちゃった。あ、ソイフォン。ソイフォン。かわいい。ソイフォンは。ポンコツ言われてる子やね。ポンコツなの。いや、二回刺したら殺せるかな。顔ちっちゃいんだよ。誰誰誰、これでわからないんですよね。わあ、ルピー。こいつもね、小説版で意外とピックアップされたんですよね。小説版グリム城が結構本気で戦ってて面白かったっす。仲間じゃないの。ルピーあんな子やねんな。まあ腹立つ声してるやろうなと思ったけど、本編終わった後やったら黒辻真由里に改造されてそこそこ強くなってるんですよ。すごっ。あ、ひなもりね。ひなもりだ。ひなもりね、僕最初好きだったんですよ。いや、もう狂ったからね。一丸銀に切りかかるところがこいつのピークやったな。いや、よかったよね。後半でもフォローさせれずにただただかわいそうなやつって感じで終わった。いや、狂ったから、精神やられたから、ね、結構キャラいらず、嘘、終わり。うわー、でも星5すら出えへんだな。浦原キスケいいじゃん。持ってるガチャ回して終わろうかな。あと4回超ガチャ引けるのね。アウラちゃん出てきてくれへんから。誰だよアウラちゃんって、もうやめてくれよ。誰なんだ地獄町アウラちゃん。あ、すっごいコメントが横断幕。あ、キラインズルだ。こいつもやられたよね。わびすけで残白刀。こいつより残白刀人気の方が高い気がする。あ、確かに切れば切るほど相手の重さが2倍になっていくっていう。あ、そうだったね。そういえば好きだよ僕は。嫌いする。はい、最後。あ、2つだ、2つだ。なんかすごリアリティ高いか。一丸銀だ。一丸銀、アイゼンをあと一歩で倒せた人ね。一丸銀さんの展開は結構好きですよ、ね、なんか割とネタにされてるけどね。13キロやってめちゃくちゃ伸びるんでしょ。読んでたら普通に強くねってなるからね。一丸銀の残白とめっちゃ伸びるから。
13キロっていう長さじゃなくてね、伸びる速さが速いんですよね。いや、詳しいな。さっき白勢すらなかなか反応しできなかったっていう。あ、これ強そう。氷輪丸なんだよ、真っ白キックじゃん。そんな好きじゃないんだよこいつ。真っ白キックいいって。マジでこいつの印象薄いわ。知らないもん、あんまり覚えてない。ラストかな。頼む。あ、はい、来い来い。絶望的な大怪我でも、あ、全部3番隊か。4番隊じゃない、織姫だ。織姫ってあんな声なん。なんか食ってるし、なんか思ったより低いな声。全然なんかセリフとね、この写真合ってなくねっていう。なんだよ、うるせえ。あんまり緊迫感のない写真やん。原作中がよ、うるせえな。めっちゃアホ面。本当だね。織姫あんまりずっと出てた割には僕の中で印象薄いんですよね。いやでも拒絶できるから。あんま戦わへんだからかな。拒絶できんだよ。結局回復役ってことで落ち着いたよね。一応なんか古典斬春とかいう攻撃技持ってたはずやん。いやちゃんアイゼンにこう、椿君は悲しんでるよ。アイゼンに連れてかれたから。あ、知らないけど世代じゃないし。イベントやってんな。これ何、この小説版のストーリーソーシャルゲームで見れんの。知らないって小説版は。1話開講。あ、話見れそう。え、なんだこれ。ひさぎ隊長、ひさぎ副隊長。ああ見れるね。で正直ねこれね、あ、すごい、小説読んでほしいな。あ、もううるせえな、小説小説ってよ。多分ソーシャルゲームやから割と端折ってると思うんですけど。ああ、でもこうやってなんかあれね、イラストでも嬉しいな。これアニメのワンシーンかなぽいね。このひさぎ周平とね、当選かなめが結構掘り下げられてて面白いんですよね。同じ隊の人だっけ。あ、知らないけど。か、はい、というわけで土勝ったらブリーチのソーシャルゲームがなんかそんな回転させるなって当選からやってみようかな。目見えないから三半期間となってるのか分かんないけど、ちゃんちょくやってくれんだったら僕やり続けるよこの。やらない、すいません。まあブリーチは一応漫画完結したんですけど、今なんか何これ、バーンザウィッチっていうね、 なんか久保太斗さんのこのブリーチの作者の新しい作品がジャンプで連載されてるんで、はい、案件でもまあ短期連載ですぐ終わるらしいんですけど、はい、多分人気やったからと思うんですけど、その第2部制作とかも決定しててね。あ、そうなの、まだ読んでないんだよね。アニメの映画化も決定してたかな、バーンザウィッチで。そのバーンザウィッチがブリーチと世界観一緒ってことで割と話題にはなってるんですけど。え、そうなの、まあ、そういう本もまたブリーチの続きとかね、書いたりとかしてくれたら嬉しいんですけどね。まあ、たまにはこんなね、適当にガチャ引きながら喋る動画もいいんじゃないかという感じで。というわけでありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。コモラ、お前を拒絶する。さようなら。なんだこのチャンネル登録よろしく。コモって、見たことない、こんなことになってんのか。チャンネル登録よろしく。コモ。